無駄じゃないから、彼らは守ろうと思って吠えてる、一生懸命仕事してるから、ね、無駄吠えって犬に必要だよ。ああ、これね、このマーキングって言いますけど、これはここはうちの陣地ですよと言ってたら、しますよっていうのを示すために電柱にまた足をかけてシャワーやって坂道にやるんですよ。この辺ちょろちょろってやっても目立たないでしょ。だから足を上げてなるべく高い位置にマーキングするんですよ、目立つよ。あとは臭い匂いね、強い匂い、そっちの方がアピールが強い。そうそうそう、でも家の中でこれをやられちゃうと困るんですね、匂いが臭いとか鳩が残るとか。でもこれは彼らがこっちの甘えてる事実だよってことをやるためにしてることなので、無駄なことじゃなくて必要なことになる。でもそれをコントロールしてるのも全部この声なんで、強しすることによってこれも防げるんですが、